カールサーの兵士カールサーは、祝教の信徒集団、軍事組織でもあった。カールサーという名称は、アラビア語の、純粋なという意味の言葉に由来する。時を経て、祝とカールサーは、同義語のようになり、正式にカールサーのメンバーになるのは少数であるにも、かかわらず、信徒たちは彼らの宗教儀礼や祈祷、名前、人となりを模範としているとも言われる。ターパーシング。 初期のカールサー平氏1699年3月3日、祝教のグル・ゴービンドシングによって、祝教の軍事組織として結成された。この時、ゴービンドシングは、メンバーに、毛髪をそらないこと、くし、鉄製の腕は、剣、短いズボンという5つのシンボルを身につけることを、明示、シングの名前を与えた。その後、1708年にゴーィンドシングが暗殺され、 グルが途絶えたが、カールサーは存続した。カールサーは、結成からの一世紀をほぼ、ムガル帝国、そして、アフガン人との戦いに費やした。そして、1801年にランジート・シングが、宿王国を樹立すると、カールサーは、宿王国の軍隊の一つとなった。1839年にランジート・シングが死ぬと、王国で内乱が生じ、最終的に、 ドリープシングが多いを継承した。だが、一連の内乱で、カールサーが台頭し、王国の実権を握った。カールサーは、愛国的で勇敢であったが、全く統制の取れていない軍隊であった。そのため、彼らは、イギリスの挑発に乗り、粛戦争を招いてしまった。キリスト教の宣教師が、パンジャーブ地方で活動するようになったことをきっかけに、19世紀後半から、 復古主義的な宗教改革運動が次々と現れるようになるが、その中でカールサーの伝統と規範を強調しながら、祝教との統一を図る主張が主流となっていった。こうした主張を展開したグループは、たとカールサーと呼ばれる純粋な宿教への回帰を訴え、他の宗教の神や聖人、シンボルを崇拝したり、本来祝教になかった儀礼や慣習を行ったりする。 ことを強く非難した。ありがとうございます。